ゆっくり文庫。江戸川乱歩。屋根裏の散歩者。しかしわからないなあ。犯人は犯行時に屏風を見て、印象に残った。だから無意識に練習し、反応が早かった。と考えるのは飛躍じゃありませんか？明智先生。ああ、それはですね。犯人が犯行現場に手がかりを残すように、犯行現場も犯人に手がかりを残すんです。意味がわかりません。実例を挙げましょう。これは D 坂の殺人事件の後、僕が職業探偵になる前に解決した事件です。それは一種の精神病であったのでしょう。郷田三郎はどんな遊びも、どんな職業も、何をやっても楽しめない男でした。つまらん。卒業して、できそうな職業は片っ端にやってみましたが、どれもつまらん。一生を捧げるに足るものじゃない。幸い親の仕送りがあったので、遊びもやりましたが、玉突き、テニス、山登り、囲碁将棋、賭博にも手を出したがつまらない。酒は美味しくないし、女は疲れる。人生はなんと長い拷問なのか。近頃の若者はけしからん。まあ、想像してみてください。楽しいものすべてが消えた世界を。私なら探しますよ。郷田くんも同じです。彼は彼なりに、自分の差がと向き合っていました。そんな郷田くんが珍しく夢中になったものが、犯罪研究でした。やあ、郷田くん。よく来てくれた明智くん。また君の話を聞かせておくれ。面白い本が手に入ったんだ。猟奇殺人犯の明智先生のご友人だったのですか？郷田くんとはどっかのカフェで知り合って、なんやかんやあって、犯罪談義で盛り上がりました。なんやかんや？あの頃僕は将来を決めかね、本ばかり読んでました。郷田を一種の研究材料として観察していたのですか？そのつもりはありませんが、そうだったのかもしれません。ともあれ郷田くんは犯罪に興味を持ち、手に入るだけの本を読み漁りました。犯罪。この世にこんな面白いことがあったなんて。俺も犯罪をやってみたい。目覚ましくケバケバしい遊戯を。しかし逮捕はごめんだ。誰にも気づかれない犯罪でないと。待てよ。誰にも気づかれない犯罪は、犯罪なのか？やがて郷田くんは、犯罪の真似事を始めます。真似事？いたずらですよ。意味なく落書きしたり、尾行したり、変装したり。くだらない。しかし3ヶ月もすると真似事にも飽きて、僕とも疎遠になりました。つまらん。スリルのない犯罪なんて意味がなかった。あと楽しめそうなのは自殺くらいか。ある日郷田くんは、自分の部屋の押し入れから、屋根裏に入れることに気づきます。なんだ、大工が残した入り口か。待てよ。節穴から下宿人たちの生活を覗き見できるぞ。よし、屋根裏の散歩としゃれこもう。押し入れから屋根裏へ入れるのですか？はい。大きな節穴は挿し木で塞ぎますが、釘を打つわけじゃありません。考えたこともなかった。またその下宿は新築だったので、埃や蜘蛛の巣もわずか。郷田くんはシャツ一枚に足袋を履き、慎重に散歩を楽しみました。変態め。女の着替えが目当てですか？そうした場面もありましたが、醍醐味は人間の本性を見ること。誰しも自室ではくつろぎ、外では見せない素顔を晒しますから。素顔？例えば5人の男性と関係を持つ女学生。昇級事例に北総 M 共産主義者。ひたすら人形を作り続ける女がいれば、あらゆるものを揃える几帳面な男もいる。屋根裏から私生活を覗き見される？気持ち悪い。しかしゴーダくんは散歩にも飽きてしまいます。つまらん。すっかり飽きてしまった。明日からどう過ごせばいいんだ。何を食べても味がしないようなものでしょうか。感覚がないのではなく、極端に鈍いようです。だから苦しく求めてしまう。器用で、暮らしに余裕があったことも不幸でした。だから思いついてしまった。そういえば、2号室の遠藤は女たらしの歯科医助手？私は学がありますからね。大抵の女はイチコロです。奴の部屋で飲んだ時、こんなことを言っていた。これは塩酸モルヒネ、毒薬です。昔女と心中しようと調達したんですが、最後の仰せが未練になりましてね。この瓶を見ると、あの時の興奮を思い出します。遠藤はいつも飲もうと誘ってくる。用を足す間に毒をくすねるのはたやすい。遠藤の部屋には大きな節穴がある。ちょうど奴が寝て、ガーガーいびきをかく大口が真下に見えた。米粒を落としたら、うまうま入った。もし糸伝いに毒を垂らせば、部屋に入ることなく毒殺できる。死亡確認後、瓶を部屋の中に落とし、節穴に蓋をする。トラブルが多い男が、密室で、自分の毒で死んだ。自殺以外の解釈ができるだろうか？ゴーダ君は実行しました。そして警察は、自殺として処理したのです。ちょっと待ってください。なぜ殺したんです？鼻持ちならないとしても、一緒に酒を飲める相手でしょう？たまたま条件が揃ったから、としか言いようがありません。狂ってる。明智先生は真相を暴き、ゴーダを逮捕したんですよね。どのように？僕は警察で調書を見て、二つの疑問点を見つけました。何です？当日、目覚まし時計が鳴り止まないため、大家が鍵を開け、死体が見つかりました。これから死のうって人間が、目覚ましを仕掛けるでしょうか？しかしそれだけでは。遠藤は枕元に着替えや灰皿を、一直線に並べるほど几帳面でした。なのに毒瓶は足元、蓋は灰皿の中に転がって、タバコにしぶきがかかっていました。つまり遠藤は目覚ましを仕掛けるほど平然とし、毒瓶を投げるほど混乱し、眠るように死んだか。あるいは就寝中に毒を盛られたのです。なるほど。僕は下宿人に郷田三郎の名前を見つけ、訪ねてみました。やあ、郷田くん。明智くん、どうして？この下宿で毒を飲んで死んだ人があったんだって？そうなんだ。地上の結果らしいよ。他殺かな？警察は自殺と言ってたよ。他殺だったら面白いね。そうだね。自殺と思われたが他殺だった。ってのは往々あるらしい。その遠藤って男は、どんな人物だい？普通の歯科医助手だよ。何度か酒を飲んだが、自慢話ばかりでうんざりした。お酒はよく飲んでた？ひどいのんべいさ。順風満帆に見えたが、彼は彼なりに満たされないものがあったのかもね。ははは。どうだろう、遠藤の部屋を見ることはできないかな？造作もない？俺から親に頼んでみよう。助かる。この部屋だよ。僕は毎朝散歩するから、死体発見時の状況はわからない。なんだか楽しそうだね。不謹慎かい？そんなことないさ。何かわかったかい？これは他殺だね。へえ、どうしてそう思うんだい？ところで君はちっともタバコを吸わないね。そういえば、忘れてた。ここに2本吸った敷島があるけど、いつから吸ってないの？3日前だね。すると遠藤が死んだ日から吸ってないわけだ。ドタバタしてたから。明智くん、君は何か分かったらすぐ知らせるよ。では失礼。僕は郷田くんが犯人と確信しました。今のやりとりで？犯人が合鍵で侵入したなら、毒瓶を投げたりしない？外から放り入れたとすれば、天井の節穴が疑わしい。僕は大家に依頼して、郷田くんの不在時に屋根裏を探索。節穴から糸伝いに液体を垂らす。瓶を放り込むと中身が飛び散ることを再現しました。素晴らしい。屋根裏の痕跡は多いものの、個人を特定できず、郷田くんは長い間、慎重に散歩していたようです。ぐぬぬ。推理だけでは逮捕できない。その後、郷田に不審な動きはありましたか？不審の極みです。お芝居を見たり、新しい洋食を試したり、女の子に声かけたり、全く普通。なんという。郷田は殺人によって、真人間になれたのか。郷田くんが余裕しゃくしゃくなのは、決定的証拠を残してないから。しかし全ての犯罪者はミスをする。言い換えると、ミスしないと犯罪者になれない。僕は一計を案じました。ただいま、と言って答える声もなし。明日からタイプライターの販売員。ふふ。お金ないとやりたいことができない。片付けでもするか。ふっくふん。ずいぶん楽しそうだね。わわわ。遠藤、どうして？いやいや僕だよ。明智小五郎。押し入れで何を？よいしょっと。君を真似て、屋根裏を散歩してた。屋根裏？犯人は天井の節穴から毒液を垂らしたんだ。よくもこんな奇想天外な殺害方法を思いついたものだね。君はまさか、俺を疑っているのか？何の証拠があって。これは君のシャツのボタンじゃないか？そら、第2ボタンが取れてる。他の下宿人も調べたが、このようなボタンをなくしたものはなかった。このボタンは遠藤の部屋の上、梁の隙間で見つけた。遠藤を殺したのは君だ。まさかこんなミスを。俺はただ、自分の差がと向き合っただけだ。君の物語を聞かせてくれないか？俺は一種の病気だったのだろう。俺は真人間になれたわけさ。ありがとう。よく打ち明けてくれたね。ボタンを返すよ。しかしこれは、トリックだよ。留守中くすねておいた。何か決定的証拠がないと、君も白状しづらいだろうと思ってね。僕の興味は真実を知ることで、他はどうでもいい。君を警察に突き出すつもりもない。待ってくれ。どうして俺を疑ったんだ？君はタバコを吸わなくなった。遠藤の死亡を確認したとき、毒しぶきがかかったタバコを目にして、タバコと殺人現場が結びついて、無意識に避けていたんだ。君は普通を楽しんでいたんじゃない。真人間になれたわけでもない。良心の呵責に苛まれていたのさ。ではそろそろ行くよ。もうお目にかかれまい。なぜって君は自首する決心をしたからね。では失礼。郷田くんは自首して有罪となり、死刑に処されました。犯行現場が、犯人の心に、傷を残す？すると明智さんは殺人犯にも、傷つくだけの心があるとお考えで？だから面白いんです。は？これで僕がいかに推理したか、お分かりいただけたでしょう。分かりました。君も理解し、納得できただろう。わかりましたよ。誰が屋根裏の散歩者だったのか。はぁ？みんなそれぞれ、自分のさがと向き合って生きているのさ。あけちくん。君は探偵になりたまえ。探偵に？そして散歩を続けておくれよ。俺たちは君を待っている。ご視聴、ありがとうございました。